大田室平らは、日本の海軍軍人。日本海軍軍人の標語であった、スマートで目先が効いて貴重面負けじ魂これぞ、船乗りを作ったと言われる人物である。最終階級は、海軍少将。専人候補生として、日本海海戦を戦った、笠木新潟県出身。妻は、海軍中将、野本綱明の娘、長岡中学などを経て、 海軍兵学校32期を卒業。席次は入校時190名中144番、卒業時192名中13番。堀帝吉、吉田前後、島田茂太郎、山本56などが同期生である。唐崎丸乗組として候補生教育を受け、笠木乗組として日本海海戦に参戦した。対位進級後、練習官。 宗谷分隊長として、遠洋航海で、海兵三十七機の少尉候補生を指導。宗谷には、艦長、鈴木幹太郎のほか、指導官山本五十六、指導館府、小上ネイチなどの幹部がいた。この航海における、宗谷の指導は厳しく、候補生には反感さえ抱く者がいた。鈴木は、実務教育を重視していたが、指導官の候補生教育に行き過ぎた点があったことを、 認めている。その後海軍大学校をつし、同専修学生、運用学生を修了し、公開選考の士官となる。そうや、音羽の公海長、練習官、富士教官などを務め、教官としては、海兵の公開術や、柔道指導官、海大では、公開学生の高木総吉や柴崎刑事らを指導している。大泊まり、知り朝日、 富士の各特務官庁、カスガ官庁を歴任し、大佐最終年にはロンドンで開催された国際会場人命安全条約改定会議に委員として派遣されている。1929年11月、少々昇進。佐世保幹線部長を2年務めて予備役に編入された。山本五十六は同郷、同僧の同期生であった大田を表する言葉として推しが強い。 強情な性格、努力家などがある。大田は軍人教育に過去と思っていた。37期の遠洋公会では、看板士官として37期から目の敵された、某将尉は、後に大田の指示があったことを示唆している。富士時代の副長が、与内三政で、学府と米内は折り、合わせが良くなかったが、大田は米内を名副長であると尊敬していた。 専門の公開運用については、権威者であり、スマートで目先がきいて貴重面負けじ魂これぞ、船乗りの標語を作ったのは、大佐時代のことである。真、まあ、ゆず春夫はこの標語に批判的意見を述べているが、昭和期の海軍学校では、海軍軍人の精神を示すものとして繰り返し、教育された。もっとも、海軍兵学校では、早くから、 シーマンシップの 3S 精神教育が行われていた。3S とは、スマート、ステディサイレントを指す。変化の多い会場では、スマートな措置が必要であり、またその措置はステディでなければならず、そのためにはサイレントでなければならないという考え方である。阿川博之は予備学生として海軍に入隊し、教育隊長が訓示第一斉で、ネイビーは、 スマートネスを持って、モッとーとすると述べたことに驚いた経験があり、スマートとは、容赦担麗の意味もあるが、頭脳の柔軟さという見解を述べている。ありがとうございます。